イフラブゲスという第4回目の放送でございます。はい、この番組はですね、私ひかるが自由奔放に、そしてラブをテーマとし、セキュラーにあのトーク4回目はね、グダグダゲストをねゲストを迎えてトークしていくという番組となっております。はい、放送はですね、第4日曜日の19時から20時半まで配信してるんですけども、ここはですね、世田谷にあるクルーズ世田谷というショップで特設スタジオとなっております。おー、はい、でね、今日はね、超豪華な2人をお呼びさせていただいたんですけれども、もう日本人なら知らない人はいない。カエタの伊藤彩美ちゃん、ありがとうございます。彩美こと伊藤彩美です。よろしくお願いします。はい、そして千年に一度アイドル界の頂点のめちゃくちゃなごめんなさいね、日向彩美ちゃんでございます。こんにちは、お願いします。綺麗な日向彩美です。イエーイ。今日なんかキャラ濃いな。いや、キャラ濃く設定したのはあなた。私らの自己紹介文おかしいもん、だって。なんでだね。千年に一度やろ。千年に一度。で、私、日本人やから誰でも知ってるやろ。知ってるやん、だって。まだ全然無名やし。いや、でもほら、みんな知ってるやろ。ありがとうございます。優しい。わざわざ、だって、めっちゃ遠いところから来てくれた。甘やかしてもらってます。ありがとうございます。結婚式帰りに来てくれたみたいな。ありがとうございます。だからか、スーツかっこいい。だからスーツ。みんななんで携帯見てるかっていうと、携帯で配信見てるから。こっち見ずになぜか配信見てんのよ。入場料払ってここに来て。なぜかこっち見てんのよ。え、私たちはもっと見よう。あ、こっちコメントしてくれるのよ。ありがとうございます。ちょっとコメントしてくれるのよね。まあ、はい、今回はね、とりあえず2人で読んだんですけども、はい、まあもう10月に入りまして、10月も半ば、うん、もうすぐハロウィンじゃないですか。いやー、大好きです、ね、大好きです。ハロウィンじゃ毎年なんかしてる？毎年コスプレしてます。絶対絶対絶対してます。めっちゃ似合いそうじゃん。ね、メイドとかしてます。思った絶対似合うよな。うん、そうですか。あの、いつもは某テーマパークで仮装やってます。あ、そういうことね。はい、そういうこと。前回もおったわ、そういう人。そういう人おった、事故った。なんで？どういう意味で事故った？あー、私気をつけますね、じゃあ。まあ、ネタ配信やから、まだ。ハードル高いよ、さっきから。いろんなハードルが高い。あ、そう、今日ね、うん、天の声さんはね、なんと毎回なんですけれども、モリタンが来てくれてます。モリタン言われたことねえよ、モリタン。そう、今日はいろいろね、あのコーナーでも勝手に出演させたりとか、まあいろいろして言って回ってるやん、それ。もう言って回ってるやん。もうやろうと思ってるから、めちゃくちゃハロウィンの告白エチュード一緒にそれ、いやー、久々に集まったよね、私たち。久々。かわいいね、今日の衣装も。そうですよ、今日はね、あのうさぎエッチバニーも、このこういうバニーさっきさっき書いてたこのバニーよ。キンそう、キンって書いてあるの。かわいいですよ、手作りしたの。わー、かわいい。とりあえず乾杯しよう。喉乾いた。乾杯。なやみは何しに来た？え、ハロウィンパーティーするって言って。何してる？ハロウィンパーティー。ハロウィン衣装着てきてるけど。何着てきたん？かぼちゃに決まってるやん、これ。え、かぼちゃよ。かぼちゃか。ちょっと最近体のラインちょっと気にしてるから、かぼちゃで隠すかな。わからんかった。そういうかと思った。うん、太っただけかな思った。ちょっとやめて、本当にちょっと気にしてるから。まゆみちゃんやっぱ可愛いね。え、可愛いわ。え、全部出してる。えっちめっちゃ谷も見えちゃってんだ。可愛い、可愛い。まゆみ最近あの人どうなの？ほんまに最高、いい感じ。いい感じ、めっちゃいい感じ。もうダメんすよ。ダメんすよ。
引っかかっちゃった系ですね。ダメンズ大好きやん。ダメンズ大好きもん、まあ、すぐ見ついちゃうもん。おー、本当に？え、マジで言ってるの？というわけで、本日はこの3人